酒の好きなメンバーが集まりまして、やっぱりこの地元の酒を飲みながら地元の活性化に努めていきたいという趣旨で今回単独で出展しております。これからですね、ここにありますね、乾杯条例とかいろんな活動も含めて、それとやっぱり地域のこういうイベントにも積極的に参加していきたいと考えています。